はい、9時45分北浜の指宿金の時間です。ゲストをお迎えしています。内藤証券投資調査部シニアアナリスト北原直美さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新市場スタートの日、そうですね、いうことですね、はい。市場名が変わってついついこう昔の名前で言ってしまいそうになっちゃうんですけどそうなんですよね。なかなか頭の切り替えができずに、まあ、すぐにというわけではなかなかいかない、もんですよこういうのね。まあでも相場の方はマーケットが変わったにしてもレメント続いていくということですよね、はい、そうです ね、はい。まあ、ちょっとなんか捉えどころのない動きではあるんですけれども、まあ、週明けですからちょっと様子見、そうかもしれませんね。感じでしょうかね。はい、まあ、意外と底堅いという、底堅いけど確かようなですかね、はい、はい、ような向きもあるかなと思います。で、まあ、相場の 先行きを占う意味でも、まあ、景気の足元の状況やっぱり大事なんだろうと思われますよね、はい、企業業績どうなのかっていうところまでつながってきますからね、はい。その意味で先週発表されました日銀の3月調査の短観、まあ、業況判断が下振れたということですか。それがちょっとメディアではいろいろ話題になってますけれども、はい、どう 見たらいいですか。まあ、もちろんこの2月から始まったそのウクライナ情勢がありましたからね、はい、やっぱりそういったところは、まあ、企業にとっての不安材料になろうかと思います。ただこの最近からこう先行き、まあ、向こう3ヶ月で見ますと、まあ、確かにこう製造業はやっぱりこう、この物価高とかインフレの長期化などの影響をこれから織り込んでいかないといけないので、そこは不透明要素は多いと思うので、うん、まあ、今月末から始まる決算発表により注目が集まると思うんですよね。でしょうね。で、非製造業を見ますと、はい、やっぱりこう需要回復の鈍さはあるものの、この資料を見ていただきますと、宿泊飲食それから個人サービス小売などは、うん、この製造業 この自動車の先行きの変化はよりもプラスの変化幅が大きいんですよね。で、まあ、この個人サービスというのはその美容とか娯楽とかそういったものなので、まあ、よりこの日常生活がこう通常にこう戻っていくというところをこう先行き見越しての数字であるかなというふうに思います。リベンジとかリオープニングとかっていうそういうセクターというふうに考えてもいいんですかね。そうですね。先月3月の21日にまん延防止も全面解除となりましたの で、 で向こう3ヶ月というとこれからゴールデンウィークも入ってきますので、はい、まあ、そういったところの需要回復もこう企業の方は期待しているんだろうなというふうに思います。まあ、そんな流れでじゃあ何を見どんなところにこう見て注目してしたらいいのかという話進めていただきましょうか。はい。で、ちょっとその前にですね、日本人 その旅行に対する意識調査という面白いアンケートがありましたのでこちら持ってまいりました。はい、18年の結果と昨年の結果を比較したものですね。はい、でこの行ってみたい旅行先というのはやっぱりこう日本はこう北と南北海道沖縄というのはもう毎年こう人気なんですけど、そうなんですね。でそれ以下にやっぱりこう京都とか、まあ、東京もね観光地も結構ありますから、そのあたりも人気、まあ、九州まで入ってます。で行ってみたい旅行タイプの方はやっぱり温泉は強いですね。やっぱりですね、はい、やっぱりそうでしょう。でまたこの、まあ、テーマパークなんかはこう若い年代20代30代の方この、ね、年齢別に見るとテーマパークがすごくこう行ってみたい旅行タイプのこう上位に来ているということなんですね。はい、まあ、なんでそのこのままこう経済の回復が続いていくとするとゴールデンウィーク夏休みに向けてはこういったところに関連するところが、まあ、需要回復がまあ見込まれるのではないかと、はい、こんな見方もできるかと思います。となるとということなんですけど、ね、はい、はい、そうですね。この旅行となるとやっぱりこう移動するという動きが出てきます。はい、でこちらの上場している JR4 社の月次の鉄道収入を昨年の4月から見たものです。でこの昨年の9月に緊急事態宣言が終了した後は
この明らかにこの月次の動向の回復が見られているのがお分かりいただけるかと思います、うん、やっぱりこう人の、ね、移動が増えてくるので、あ、そうですね、鉄道を利用する人も増えてくると、うん、で足元ではこれ3月速報値なんですけれども、この3月の途中の段階でまん延防止が解除されるこの前まで の、 この日付のところですでにこう2月並みぐらいの月次ですから、はい、うん、ですからこの先、うん、さらにこの需要回復 というのはその昨年の動きに習えば期待できるのではないか、うん、こんな見方もできると思います。あ、4月5月4月5月です ね、 ですね。で3月も月末で締めればもう少し伸びますでしょうし、うん、JR 東もこれから数値出してくると思うので、はい、このあたりデータ注目したいと思います。さらに今 JR 東海が今ね高かったですね。そうですね、はい、でこれは株価のパフォーマンスですか。はい、年初からのこの株価のパフォーマンス、この JR4 社とトピックスを比較したものなんですけれども、はい、やはりこの需要回復を期待しているのか、トピックスをアウトパフォームしてますね、この JR4 社が、うん、でまあ4月以降ということなんですが、まあ、3月までに株価が一旦こう高いところをつけましたので、まあ、調整を挟みながらこの夏場に向けた需要回復に合わせて株価がこの先もう一段高になるかどうかっていうのをこれから注目する、まあ、タイミングにあるんだろうというふうに思います。業績の方は、はい、そうですね、はい、まずこの電鉄サービス業のまあ、営業損失を100億円以上改善する見通しの主な企業をこちらで挙げました。9銘柄ほど持ってまいりました。はい、はい、でここで、まあ一つ注目したい企業の一つが上から2段目 4661OLC なんですよね。はい、OLC はこのパークの入場者数のこの上限を今緩和して来ています、うん、でさらにこのチケット代も値上げしていますので、うん、ね、これからこうパーク入場者数が増えればおのずとこう売上高が増えるという、うん、まあ、構図が描けます、うん、でじゃあなんでこれだけのこう営業利益の改善がこう見込めるのかということなんですが、うん、今申し上げた要素の他にですね、うん、やっぱりOLC 今このディズニーシーを拡張したりとか、あとホテルを開業新しくこうしますので、これからか、はい、なんで、はい、固定資産が増えるんですよ、増えるんですけれども減価償却の方法を変更をすることによって償却負担を抑える、そうなんです、はい、償却負担が軽く、はいはい、通常よりは軽くなる、通常よりは、はい、軽くなる方法を選んでこう計上しますので、そういった意味でもこの営業利益の改善にこのつながっていくというような、この会計上のね、このテクニカル的な分もあると思います、うん、でまあ、そういったこう、まあ、いろんな電鉄企業なんか資産をこう売却したりとか、うん、資産売却して運転資金確保して成長する事業にこう資金を投下したりとか、まあ、いろんなあらゆる取り組みをしているんですけれども、今日はこの中で、この中から明日から3つ目9142の JR 九州、こちらを九州、はい、九州をご紹介したいと思います。はい、はい、それでポイントになってますね。はい、はい、まあ、皆さんご存知の、まあ、企業ですけれども、今期営業利益は、まあ、黒字転換、27億円になる見込みです。で、JR 九州もこう不動産をこう売却してこう利益を確保するというような動きを見せていますけれども、まあ、それだけだと一時的な利益なんですけれど、この向こう3年間で成長軌道への回復を目指して24年度の営業利益の目標が21年度の計画に比べて大きく伸びるという計画を出しています。じゃあこの背景にはこう何があるかというと、まあ、こうアプリを使ってこう他社と連携して人の移動をこうスムーズに促したりとか、まあ、ターミナル駅周辺のまあ街づくりをするとか、まあ、このあたりはまあ他の、ね、電鉄企業さんとまあ変わらないんですけれども、面白いのはその九州エリアのやっぱりこの開発 この進んでいるところだと思います、うん、次のページをご覧いただけますでしょうか。これですか、はい、はい、
今年の秋にこう新しく観光列車がこう運行する予定なんですよね、うん、西九州新幹線も開業します。あ、はい、あの佐賀と長崎を結ぶ、はい、でこう佐賀ですとこう嬉野温泉というのもありますからね、やっぱりこう温泉地、先ほどのアンケートのも行ってみたい、こう温泉、はい、温泉旅行の目的のトップでしたから、うん、まあ、一つ、まあ、温泉ということで、まあ、テーマ性はあるかなというふうに思います。でそれからあの熊本エリアなんですけれども、やっぱりこう半導体の工場がこれからこう稼働しますから、はい、TSMC ソニーですね、でこの会社のこの資料によりますと関連企業、まあ、200社ほどあるということで、まあ、関連するこう人の移動であったりこの需要の回復というのが一つこう見込まれるのかなというふうに考えられます。家族が、ね、こう移動しますからね。そうでしょうね、はい、あ、まあ、一つの大きな街に、ね、なるんだろうというふうに。物が動くだけじゃなくて人も動きますからね、はい、そういったこともね、需要回復期待の要素の一つだと思います。はい、旅行需要もそしてビジネス需要もこれから取り込めるということなんですね。はい、そういうところ期待できるかなと思いますね。株価のパフォーマンスも結構さっきすごいですよね。いいですよね。そうですね、はい、去年の12月からこうしっかりしてます、はい、しっかり戻ってますね。2500円台も回復してきましたので、はい、その需要回復のこう具体性が見えてくるともう一段上も、まあ、期待できるかなというふうに思いますから、うん、楽しみだと思います。具体的な材料が備わっているというのは強いですよね。そうです ね、はい、分かりました。 JR 九州ご紹介いただきました。